キングプリンスの高橋海と、イタリア賞に向かう空港港で披露エレガントリラックスな雰囲気かもす。キングプリンスの高橋海と、高いコールはしごだか、が15日、ミラノで開催される、エトロ2025ハルカウィメンズコレクションのファッションショーに参加するため、エトロの最新コレクションをまとって空港を出発した。全身ショット。 エレガントリラックス、高橋海斗の空港コーデ。パーツによって編み方が異なるニットフーディにジャカードりで表現されたブルーのボタニカル柄のデニム、アイコンバッグ、ベラを合わせたコーデを披露。リラックスしつつもエレガントさを感じさせるスタイルとなっている。またジェンダーレスなサングラスがコーディネートにアクセントを添えた。 エトロ2025ハルカウィメンズコレクションは18日夜20時イタリア現地時間に発表される。